すみません、大分大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら、記述説明とワイフ。すみません、これちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので最初の3問行ってみたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。すみません、第一段落でございます。皆さん、この段落長いので前半と後半に分けますね。で、皆さん、それの前半部分でございます。で、皆さん、注釈3箇所ついておりますので、それを意識してですね、そして後ほどこちらの設問解いていただきますので、一読をお願いいたします。さあ、皆さん、問いの1番でございます。今、皆さん、見えているところで答えがわかりますので、検討をお願いいたします。さあ、皆さん、一番先頭に1999年と書いてますね。で、皆さん、これは読んでいただいてわかるかと思いますが、ロサンゼルスの空港ですよね。そこでたくさんの子供たちが見ている様子が伺えます。じゃあ皆さん、説明の指示にある通り、市場に登場したのはいつなのか。それを踏まえて読み進めると、皆さん、このあたりがヒントですよね。そして皆さん、文章を読むと、このあたりですね。日本のゲームボーイというゲーム機。で、そこで登場したのが、皆さん、3年前と書いてますよね。ですから、1999年よりも3年前ということですから、正解は1996年ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第1段落後半でございます。で、ここまで読めば次の問いの2番ですね。正解が出るかと思いますので、検討をお願いします。で、皆さん、説明の指示に注目すべきことと書いてますね。で、皆さん、それはこの段落の一番最後、ここですよね。ですから、該当箇所は簡単に見つかります。この三角括弧。このところですよね。で、あとは皆さん、制限字数60字以内と書いておりますので、それを意識して和訳をすれば大丈夫ですね。で、皆さん、模範解答は後で示しますので、まずは聞いておいてくださいね。で、皆さん、ざっと説一番先頭。エアライン、ビジネス。まあ、航空会社ですね。それは that usually promotes、促進している、促している航空会社。で、the seriousness of its service、サービスの真面目さを促している。で、誰にですかっていうと、大人にですね。ですから、大人に対してサービスの真面目さを促している。もしくは、提供している航空会社が、で、動詞のとこですね。willingly turn itself into。で、皆さん、willingly は、いとわない。そして、turn A into B。A を B に変える。ですから、A を B に変えることをいとわなかったんですね。じゃあ、何に変えるんですかっていうと、advertisement and carrier。広告、そして運び手。で、誰に対してっていうと、子供たちのポップカルチャーですね。ですから、航空会社は子供たちのポップカルチャーに対しての広告、そして担い手、運び手。で、そういう存在へと変わることを意図はなかった。みたいな感じで書けてあれば大丈夫かと思います。では、模範回答とご自身の回答、比較検討していただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落でございます。注釈が1箇所ついてますからね。それを踏まえて一読をお願いいたします。さあ、皆さん、問いの3番でございます。こちら、下線部 B に関する設問ですからね。一読していただいて検討をお願いします。さあ、皆さん、下線部にですね、乗ってる時の経験、体験と書いてますよね。で、皆さん、次の文章中読んでいただきますと、確かに機内での様子が伺えますね。ですから、このオレンジの三角括弧。ここをまず書いていただきますと、一つ目の正解になりますよね。で、皆さん、これも後で模範解答を示しますので、まずは聞いておいてくださいね。まずは出だし。客室乗務員がドレス。着用しているんですが、それが皆さん、ポケモンが印刷されたエプロンですよね。それを着用して、そして passengers。で、乗客は囲まれております。で、ポケットモンスターのイメージ。で、そのポケットモンスターのイメージっていうのがその後ろですよね。すべて。で、どこからどこまでかと言われたら、ヘッドレストからナプキン。そして食べ物の容器、そしてコップですよね。で、そういったものに至るまで、すべてのものに対してですね、ポケットモンスターのイメージ。まあ、つまり、絵が描かれてるんでしょうね。で、そういうものに乗客は囲まれていると。そういう感じで書けてあればよろしいかと思います。さあ皆さん、二つ目ですが、皆さん、オンボード、搭乗中、機内の中にいる様子が書かれてますよね。ですから、この緑の三角括弧で食ったところ、ここも訳していただけると OK です。で、そうすると、there are、まあ、あると書いてますね。
で、それはポケモンの映画とビデオ。ですから、機内にはポケモンの映画とビデオがある。もしくはそういうものを見ることができる。そんな感じで書いていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、その次の文章中、additionally ということで追加されてますよね。ですから、このピンクの三角括弧。ここを訳せば3つ目の正解となりますよね。で、皆さん読んでいただきますと、先頭。Getting off the plane。飛行機を降りるとき。で、乗客はカバン、袋を受け取るんですね。で、満たされております。で、皆さん、ポケトリーツということで、このトリーツが一体何なのか。ちょっと、と思う方。皆さん、右側、ダッシュがありますので、具体的に言い換えられてますよね。で、皆さん、このトリーツ、楽しみを与えるものという意味なんですが、特にそれを覚える必要性はないですからね。試験中にわかんなくても、こういう感じで言い換えられております。ですから、ノートとかバッチ。で、ティッシュ入れ。そして、クシですね。そういうもので、いっぱいのカバン。満たされたカバンを受け取る。そんな感じで書けてあればよろしいかと思います。さあ、皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながるものですね。まとめていきたいと思います。まずは技術説明問題。先ほどは5箇所書くところがございましたが、結局やってることはこれだけですよね。で、それが設問の指示、もしくはそれの該当箇所ですね。で、先ほどの問題でこういう問題がございました。より注目すべきこと。これなんですかという問題がありましたね。で、本文このあたり。More remarkable。で、本文中にこれを見つけて、ああ、このあたりだと思いましたよね。で、それ皆さん右側読んでみると、is that という感じで繋がっておりますので、このざっと説を書けば正解になりました。ですから、結局我々は言い換え可能な表現を探し出しているだけなんですね。で、皆さん、記述説明問題の場合は、言い換え可能な表現を探し出して、あとはそこを和訳していただけると、おおむね正解と。いう感じになって、これは合格につながりますね。そして今日は記述説明問題扱いましたが、大分大学マーク型の問題もございます。ただ皆さん、大前提として共通テストですよね。で、そこで皆さん合格点を取るためには、よりレベルの高い過去問で練習をしておく。で、大分大学は西日本でございますので、まあ、例えばカンカン同立。このあたりで練習しておくと、二次試験でマーク型。そういう問題で加しても、裁ける確率が高まりますよね。そして共通テストも終わりませんという方。その方が共通テストをそのまま解き続けてもですね、なかなか実力はつかないですからね。それも共通テストよりもレベルが高い。このカンカン同率ですよね。ですから普段からカンカン同率レベルで練習してるから、共通テストで高得点が取れる。そういう理屈になっておりますので、よりレベルの高いところですね。ここでの練習を頑張ってほしいです。そして、括弧2番ですね。解き終えた帳の復習は皆さんどうやってますか？きっちり音読は頑張ってますか？皆さん、過去問バシバシ解いていただくのはいいんですが、それで皆さん、点数が上がりません、偏差値上がりませんという方、おそらく音読をしていないんじゃないでしょうか。レベルの高い過去問を音読するから実力がつくんですね。で、あとは皆さん、1週間に5台ペース。新しい長文を5台以上解く。もちろん、学校のテキスト、塾のテキストを入れていただいても OK です。このあたりを意識して頑張ってくださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。